おはようございます。はい、今日はですね、相模湖にやってきました。ガチ浴企画ということで、大阪のフィッシングショーが終わった次の日なんですが、関東では珍しく雪の予報が出てて、これはチャンスなんじゃないかなと思ってやってきました。今日はまあスピニングメインですかね。スピニングとあとはコーヒー重系のワーム、沈み虫だったりカバースキャットとかスローな釣りも入れつつ、冬のバスを狙っていこうかなと思います。はい、多分もうおそらく最後の寒波なんじゃないかなと思うので、まあ、このチャンスをものにできるように今日も頑張っていきたいと思います。行きましょう。当たった。絶対当たった今。持ってかないな。今糸跳ねたもん。ちょっと聞いてみる。チック合わせてみようかな。あ、違うんだ。うわ、びっくりした今。はい、ということでね、雪の相模湖から無事に、帰ってきました。ちょっとね、想像以上にやっぱり降りすぎたっていうのがあるのと、やっぱ帰り道がねちょっと心配だったので、さすがに早めに切り上げました。で、ここでちょっと動画終わるのも、なんか物足りないなって思ったんで、ちょっとこの私のこのガチ録っていう企画を、まあ、支えてくれる冬のメインになるであろう、ロッドをちょっと紹介しようかなと思います。はい、ではまず、1本目、これねメインになってくるんですよ。メインになってくるんですけど、まずミドストロッドです。はい、こちらファンタムの 274M+ です。これ M プラスって言ってるんですけど、あのティップがすごく入ってくれるんですよ。まあ、何でもエキサイドトップっていうなんか製法が使われているらしく、その軽いこう軽くシェイクして
してもすごくこうティップがゆら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 ちゃんと触れてくれるので、私すごいミドストってめちゃくちゃ苦手な釣りだったんですけど、まあ、やっぱ琵琶湖とかこういう冬の釣りを攻略していく上では欠かせない、ね、技術になってくるので、まあ、やっぱなんとか克服していかないといけないなって思ったので、まあ、一番使いやすそうだなっていういろいろまあ調べてみて私はこれにしました。で今6インチのデスアーダーに 0.9 のジグヘッドつけてるんですけど、まあ、実際に投げてみてこう、うん、やっぱり風とか雪とか雨とか結構天候の変化が多かったんですけど、やっぱり74っていうレングスもあってかすごいやっぱり飛びます。このこれぐらい軽いとこれぐらい軽いルアーをつけてもすごく飛びました。でやっぱりこのティップがすごく入ってくれるので、多分私も操作的にはすごいまだまだぎこちない操作にはなってると思うんですけど、まあ、それでもちゃんとこうスラックをね叩けてたんで、まあ、これでちょっとミドストを、習得していこうかなと思います。まあ、あとは基本的にこういう、ネコリグとか5インチ前後のネコリグとか、まあ、ワームをちょっとふわふわさせたい時に使うのがいいんじゃないかなって思います。はい、リールがバンキッシュの3000番の、ハイギアに B がシーガーの完全シーバスの今1号をつけてます。でリーダーがだいたい10ポンド前後のものですねをつけてます。はい、はい、続きまして、これもメインになってくるんですけど、こちらもバンタムです。バンタムの 165MH、はい、これは、コーヒー重慶の脳進化ワームを使うときにこのロットにしたんですけど、6号っていうショートレングスではあるんですけど、結構張りがあるというか、感覚的に私が使ってきた今まで使ってきた MH よりもちょっと硬いなっていう、まあ、どっちかというとヘビ寄りの感覚ですけどね、ちょっと固めなんですけど、まあ、そういうコーヒー重系のワームとかをこうかっ飛ばした時にすごくよく飛んでくれるなっていう印象がありました。まっすぐ綺麗にビヨンって飛んでいってくれるので、それはすごくもう飛距離的にはショートレングスなんですけど飛距離は全然申し分なかったです。はい、でリールがこちらメタニウム、はい、の100スプールの今は XG をつけてます。でラインがプロロリミテッドハードの20ポンドにしてます。やっぱりこうコーヒー重系のワームをまずボトムに落として、遠くでこうパンパンってパシパシ弾くような釣りなので、まあ、ズル引きもやるんですけど、まあ、その時に、まあ、ラインも張りがある方が、動きがよく遠くても動きがよく綺麗よく出てくれるので私はハードに、しました。はい、でこうウェイディングとかしてるとやっぱ長いとスイッチとかした時に水面を竿先が叩くのがすごい気になっちゃうんですけど、やっぱり6号っていうショートレングスなのでそういうこともなくめちゃくちゃ取り回しがよく使いやすかったです。で多分これからの時期夏に向けて、フロックだったりテキサスとかジグとかそういう打ち物、とかあとはティップ先でティップが結構ね硬いのでティップで操作するような、まあ、ジョイント系のトップ系のルアーとかそういうものとかはすごく使いやすいんじゃないかなと思います。はい、まあ、ガツンとかけたい時に私はこれを、これから愛用していこうかなと思います。このロッドなんですけど、まあ、自重がちょっと私が今まで使ってきた MH のロッドとか、まあ、例えばアドレナとか、グロリアスとかに比べると若干重たくは感じるんですけど、まあ、今軽いリールをつけてるので、まあ、それもあると思うんですけど、でも、まあ、例えばちょっとリールを
ちょっと重ためのリールをつけたりとか、例えばアンタレスをつけたりとかすると多分タックルバランス綺麗に整うと思いますし、でもその分やっぱり私はこのロットすごくパワーがあるしガツンとかけたい時に使いたいので、そこの安心感はやっぱりすごくありました。やっぱ私はメタニウムっていうリールが好きなので今メタニウムをつけてます。そこは多分もう個人の感覚になるので、まあ、いろんな組み合わせで試してみてみたらいいかなと思います。やっぱりガチロクっていう企画を歌ってやってるので、やっぱりこれぐらいのパワーがないと、60を取りに行けないんじゃないかなと思うので、私はこれぐらいパワーがあって、ちょっと重たくてもパワーがある方が私は好きなので、引き続きこちらを使っていこうかなと思います。はい、続きましてこちら、ディスラプションの 4X にカルコンの、300MD ですね。琵琶湖のおかっぱりをするにあたって、まあ、私のイメージですよ、イメージですけど、その円筒が必要なのではとっていうところがあったんですね。で、正直私のこの身長からすると78っていうレングスって結構長いんですよ。まあでも円筒させたかったのでこれを、持ってきました。主にデッドスローのビッグベイトのデッドスローの釣り用です。で、糸が、アブソルートの、BBM の30ポンドをつけてます。はい、でこれね、まあ、正直使ってみて、デッドスローには向いてないというか、やっぱこの竿のコンセプトって強いっていうところなので、積極的にルアーを操作していく、例えば、トゥイッチだったり、ドッグウォークとか早巻きとかエイトトラップとか積極的に操作していくビッグベイトの釣り、ジャイアントベイトの釣りにはものすごくすごく完璧なロッドなんですけど、やっぱデッドスローってこう積極的に、ね、ルアーを動かしていくっていう釣りではないので、ちょっとコンセプトは、合ってないんですけど、私はやっぱこうディスラプションっていう差を好きなのでちょっとこれを持っていったんですけど、やっぱり使っていく上でタイニークラッシュのデッドスローには少し強すぎるなって思いました。まあ、なので、まあ、もしデッドスローをこれからもう一回やっていく状況があったら、もう少し竿の、硬さを少し柔らかくしてみるとか、同じ強さでもティップが入るものに変えてみたりとか、一応 2X の方でもデッドスローやってみたんですけど、やっぱ同じコンセプトで作られてるんで、やっぱその辺の使用感とかそこの違和感っていうのは、どうしてもちょっとデッドスローと合ってなかったなっていうのは正直なところありました。はい、なのでちょっとこれは、改良の余地かなというところであります。まあ、これから春に向けて、60を釣りに行くっていうところで、もう冬も終わったのかな、終わったって言っていいのかな、どんどん季節がね、これから多分ぐんと季節が進んでいくので、釣り方ももちろんね、どんどん変えていかないといけないので、まあその都度、使ってるタックルを、まあ、引き続き紹介していけたらなと思います。1本目の60がいつになるかはわからないですけれど、いずれ必ずフルブッキング TV に60が登場すると思いますので、引き続き応援していただけると嬉しいです。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。おいじゃのー。